にチャンネル創設者で、実業家の広幸こと、西村広幸氏が21日、自身の XQ ツイッターを更新。7月7日投開票の東京都知事選に言及し、小池百合子知事と蓮舫参院議員の激突を容疑者対決と称した。広幸氏は X で、蓮舫氏が今月2日に都内で街頭演説を行った際の応援演説が、 公職選挙法によって禁じられている告示前の事前運動に当たるとして東京地検に告発したと表明した弁護士の投稿を引用蓮舫氏が公職選挙法違反事前運動で告発されましたねとした上で学歴詐称と事前運動の公職選挙法違反の容疑者2人による東京都知事選容疑者対決という予想通りの展開にとつった 二日の街頭演説では、蓮舫氏が都知事選への挑戦を表明して、支援を呼びかけた後、立憲民主党の枝野幸夫前代表が、みんなで蓮舫さんを勝たせましょうと呼びかけたことで、事前運動に当たるのではとの指摘がなされていた。広行氏は7日に、X で誰が蓮舫氏本人どの選挙に東京都知事選挙いつ ?7、7、選挙の事前運動ではないというのは、 論理理的に無理があると思うこれがありなら逆に何をしたらダメなのとしていた以下は視聴者からのコメントです誰かが言っていた赤い狐と緑のタヌキの対決がいいえで妙だった利用できるものは何でも利用してしたたかに正解を生き抜いてきた小池さんと最近ますます共産色が強くなった蓮舫さんどちらも常に 傷があるのは同じ都民は本当にこの2択で都政を決めようとしているのか一体その先にどんな東京が見えているのだろういつもの人気投票ではなくしっかりとした志のある政治家が選ばれることを切に願います公職選挙法違反事前運動で有罪になればもしももしも当選しても無効になるし5年間の公民権停止で 衆議院への倉替えもできなくなる。中国が騒ぐかもしれないけど、日本にとっては良いことですね。これで逮捕されないなら、衆議院選挙でも立候補者の皆さんは堂々と公職選挙法違反ができますし、こんな小物も逮捕できないくらいなら公職選挙法など、なくしてしまえば良いと思いますよ、全く。先日、地方の市長選挙で、 事前運動の証拠を警察に提出し、警告を発するよう依頼しましたが、告示日まで全く動きませんでした。岐阜羽島警察署です。理由を尋ねたところ調査には、時間を要するとのことでしたが、事前運動は、告示日までの短期的なことで証拠があるにもかかわらず、調査って何を調査するか尋ねましたが、明確な回答を得られることはありませんでした。 蓮舫さんに関しては同じことだと思います。検挙しなくても、警告ぐらいは発してほしいですね。公平性を保つためにも。やったもん勝ちではダメだと思います。何のための公職選挙法なのか。この表現は何も間違いないですね。民事なら、お互いの言い分を判断するものだから、被告。 原告という言い方だろうが、刑事告訴されている以上、容疑者と言われても仕方ないですね。選挙ポスターといい、N 党の方の隙間を狙う姑息なやり方といい、いい大人が情けなくなります。こりゃ、ますます政治不信になるのは当然ですね。明らかな証拠とともに告発されているわけだから、容疑者どころか、です。あとは、 東京都民がまともな判断をできるかどうかです。この二人を選択するような人たちはすでに終わってますし、一万一どちらかが当選なんてことになるなら本来暴動ものですよ。文春とか、それこそこれらの件を真面目に追求すればよいのに。あ、売れないからやらないか。メディアの忖度がはっきりわかる選挙になりますね。この前、 現知事蓮舫氏ほか2名の4名が揃って何かやられていましたがその中で神宮外苑の再開発の件を蓮舫氏が選挙の争点のように言ったところ都知事は争点にはなりませんときっぱり理由もはっきりと言っていましたそれを見てこの選挙すでに勝負ありと感じました